おはようございます。ミスターまゆめさん。今日はね、港区からお届けしております。東京都港区。六本木ヒルズ、あそこに見えますね。まあ、ちょっともうお分かりだと思うんですけども。これね。まあ、なぜかね、六本木ヒルズをね、いつも見てしまうんですよ。こう、なんと言いますか、憧れと言いますかね。六本木ヒルズが、まあ、なんか憧れでしたからね、本当にね、私が麻雀ってやってる時に。なんで同じ人生なのに、あそこに住んでる人がいてね、家賃を毎月100万とか200万とか払って、なんか女子アナとね合コンばっかりしてみたいなねそんな方がいる中で、私は真面目にやってるつもりなのに麻雀店で赤字ばっかり作っていたのかなと。で社員との関係も気づけずにね、40直前までもうどうしましょうかって恥ずかしくてね、田舎にも帰れないような人生ですよ、まあでもね、気づいたのはそもそも歩くべきルートで最初で間違っちゃってたんですよね。最初に私はね、旧世代のビジネス、そうなんです。昭和30年代とか40年代の成功モデルなんですよ。お店をやって自由業みたいな、もしくはサラリーマンで出世するみたいな。これね、昭和30年代とか40年代の成功モデルであって、少なくともバブル崩壊の1991年とか、それから平成のね10年以降にやることではなかったかなと思います。特に西暦2000年を過ぎてから労働市場っていうのをあっという間に消え込んだんですよね、特に日本では。なのにやっぱり真面目に塾に通って進学して、受験競争を勝ち抜いて、どっかのね株式会社入って、そこで上司に逆らわずに飲み会で憂さを発散して、10年20年30年と勤めることを目指して会社の資産を構築することにね組みしてるわけなんですけどね。だからこう最初の入り口で間違えちゃったかなと。自分で店をやるとか会社をやるとか、これはね高度経済成長の時期だからこそなり得たのかなと思うんですよね。でそれが証拠に、高度経済成長終わって1991年を超えるまでその商売をやってた人って軒並み倒産するじゃないですか。でバブルってだからね、多くの方がお金を失う時期のことなんで、絶対乗っちゃいけないんですよ。でバブルの時期ってのは過ぎてみないとわからないところが怖いことで、何でもかんでもうまくいってる時期ですから、有頂天になっちゃうんですよね。だからうまくいってる時に EXIT ってやめないといけないんですよ。これは投資にもつながってるんですけども、高値をつけた時にいつ辞めるかなんですよ。で辞めた後にどんどん暴落が起きてくるんですよね。なぜならそこで利益確定して辞める人がいるから、値上がりが止まるんですよ。で同時に値上がり切ったところを見て、そこでエントリーする方もいるんですよね。エントリーしちゃうともう損切りじゃない、利確をする人がいるわけですから、絶対買っちゃいけないタイミングなんですよ。だからそれが2018年の12月に起きたビットコインのバブル崩壊だったら利するわけなんですよね。あそこですでに仕込み終わった人はいいけども、去年の2018年の一昨年かな、2018年の10月から12月にビットコインを知って、値上がってるみたいだから買ってみようと思った方は全員ね資産失って大借金抱えた方もいますよね。だからそういうことを考えると、歴史は繰り返すって言いますけども、よくよくね過去のことを知る人が投資で勝てると思うんです。人生で勝てると思うんですよ。で、今回ミスターまゆめさんをはじめとする動画をご覧の方にメッセージなんですけども、投資ってのも同じでですね、過去の法則とか過去の実績とかデータをたくさん頭に入れた人が現在のチャートから未来を予測できるんですよね。だから私はね、最初に暗記しましょうというわけなんですよ。で今日もチャート見ましたけども、今まで出てきたパターンのどれかが出てるだけなんですよね。要するにその値上がりとか値下がりって人の心理が出てますんで、誰かの心理があれ値上がりそうだな値下がりそうだなっていう心理が集合体となってチャートに現れてますから、チャートを見ながら多くの人が何を考えているのかな、同時に多くの人がどういう勘違いをしているのかなってことが分かんないといけないんですよね。でその勘違いに自分巻き回しだったりするんですけども、よくね投資の勉強会とかで全く儲かってない人が意見を一致させることがあるんですよ。だから意見を一致させちゃダメなんですよ。だって儲かってない人の意見の一致って一番危ないですからね。で世の中で社会の中で自分の人生すごく最高にうまくいってるよっていう人あんまりいないと思うんですよ。不満を抱えて生きてるんですよ。だから皆さんがこうだよねって思ったことはやっぱりね否定しないといけないと思います。だから多くの人が考えていることは絶対に逆張りした方がいいですよね。間違いなんで。で自分しかやってないこととか自分しか考えてないことが正解により近いと思いますんで、自分の意見が人に認められたら安心するんですけども、これは危険なことだと思ったらいいんですよ。自分の意見がいつも異端で人に受け入れられなくて、何でそんなこと考えてるのか分かんないと。常識外れだって言われたものが正解ですからね。考えてみたら私の暮らしなんて常識外れだらけですからね。どうですかね。なんかよくわかんないですよね。こうやって毎日毎日旅しながらね、適当なところに行って、いわゆる金の糸目もつけずにどんどん支払って、それでもね、お金どんどん残っていくわけですから、で、時間もどんどん豊かになっていくわけですからね。で、この常識外れの発想じゃないと、投資っていうのは向き合えていきません。でも常識外れの発想といっても、最初基礎のところは常識的なことの繰り返しなんですよ。まあですんでね、その辺を忘れずに、これからも速稼塾プレミアム、そしてセカンド、こちらの方も頑張っていただきたいなと思います。今回、ミスターまゆみさんのね、ものすごくね、熱い思いを聞かせていただいたんで、私もね、葉っぱをかける意味で、ちょっとね、厳しいこととか、ちょっとね、苦しい現実っていうんですかね、強いメッセージをお送りしました。では、これからもよろしくお願いします。ますますね、頑張ってください。投資はね、本当に絶対やめないでください。絶対勝てますからね。みんなね、投資ね、やめていく人ばっかりですから。辞めていく人ってのは要するに勝てない人なんですよ。そういうふうに辞めていく人からの財を巻き上げて勝利者っていうのはね、居座るわけですから、これ最後に本当にね、どす黒い表現しましたけど、本当その通りですから、投資ってのは投資の下手な人からお金を取り上げる場所ですからね、もうぶんどるわけですよ。何の価値提供もないのに取り上げるわけなんですよ。まあ、ビジネスっていうのは少なくともお金を払ってくださる人っていうのは商品とかサービスを提供してますから、バーターが成り立つんですけども、投資に関しては違います。投資で負ける人ってただお金を失ってるだけなんですよ。そこで何の学びもね、価値提供も何もないですからね。だからそういう冷徹な世界でもあるってことなんですよね。はい、以上でございます。投資は損した人のおかげで、勝者が成り立っているということ、これは変わりませんのでね、そこら辺にね、淡い夢を抱かないようにしていきましょう。失礼します。